それでは国際ミクロ経済学に入っていきましょう。国際ミクロ経済学も、結構ですね、出題率の高いところになりますので、しっかりと学習をしていきたいと思います。まずですね、272ページにアダム・スミスの考え方とリカードの考え方というのがございます。で、これ2つ違いますので、それぞれですね見ていきたいなというふうに思っています。国際ミクロというだけあってですね、やっぱり国際的に外の、貿易であったりとか、そういうところが多くなっています。で、ミクロですので、貿易をすることによって、その企業がどれだけの余剰ですね、余剰が増えていくかとかですね、そういうところを見ていくようなものです。で、まずはですね、余剰というよりもマトリックスで見ていく貿易ですので、じゃあこの国同士ですね、それぞれの国同士がどういう貿易を行っていくのかという考え方がまず一つ目になっています。アダム・スミスの考え方とリカードの考え方というので2つ出ていますが、まずアダム・スミスの考え方というのは絶対的費用格差というふうに呼ばれています。絶対的費用格差というのは一番分かりやすいと思うんですけれども、ちょっと定義を見ていきます。輸入制限のない自由貿易の下では、あらゆる個人は資本の最も有利な用途を見出そうと努力し、その結果社会にとって最も有利な用途を選択することになるとした。ちょっと漠然としていますね。漠然としていますが、一言で言うならば絶対的費用格差なので、一番有利な条件ということは、 A 国 B 国 C 国とですね、国が3つあって、ある財 X 財について、 A 国は100円で売っています、 B 国は200円で売っています、 C 国は300円で売ってますって言ったら、今円で言っちゃいましたけど、一番安いところから皆さん購入したいと思いますよね。そうなんですよ。一番安いところから購入しようと考える。で、この今からやる理論の中では、どれだけ費用がかかっていますかっていうような考え方なので、 A 国は80円の費用がかかっています、 B 国は160円の費用がかかっています、 C 国は3倍なので240円の費用がかかっていますっていうふうになった時に、そこに価格を載せている、利潤を載せているわけになので、じゃあ一番安く作れている A 国から購入した方がいいよねというので、絶対的な金額の格差、金額の格差によって、貿易というのは行われるものだよっていうことを考えています。なので基本的には安く作れないと、全然輸出できないみたいな、輸入ばっかりして輸出できないみたいな、そんな状況になるのがアダム・スミスの考え方ということになります。よろしいでしょうか。絶対的費用格差です。これから具体的にやっていきたいと思います。もう一つ、リカードの考え方というのがあります。リカードの考え方見てみましょう。相対的費用格差と書いてあります。リカードは生産要素を価値基準として、外国よりも価格が低い材であっても国内においてその材と比べて価格が高い材がなければ輸出されないとした。またがいいかな、外国よりも価格が高い材であっても国内にその材と比べて価格が高い材があれば輸出されるとし、国内における相対的費用格差が貿易の機会を生み出す。このね、リカードの方が難しい考え方なんですよ。 A 国という国内の中で X 材と Y 材がありますと。 X 材に関しては費用が10かかります。 Y 材に関しては費用が5かかります。Y 材は非常に効率的に作ることができてますよ。 Y 材はじゃあ輸出しましょうみたいな、国内の中に相対的に安く作れる材があるならば、得意とする材があるならばって感じですね。それを輸出しましょうって、そういう考え方なので、アダム・スミスの場合は例えば、基本的に他の国と比べてね、他の国と競争して安く作れなければその国はもう全然輸出できないとか、逆に一方ですごい安く作れてどんどん輸出ばっかりしてる国があるみたいな、そういう感じですけれども、リカードの場合は自国の中で得意とする材を輸出するというような、そういうような考え方なんですね。ちょっとだいぶ違うかと思います。それぞれ具体的に後で見ていきたいと思います。
で過去にイギリスとポルトガルの比較とありますが、イギリスとポルトガルの比較において当時イギリスの方がワイン生産においても繊維の生産においても優れているのにもかかわらず貿易を行った、イギリスとポルトガルは貿易を行ったことによって利益を得たんですよ。イギリスの方が有利に作っているので、アダム・スミスの考え方であればイギリスだけが輸出して貿易にならないんですよ。ポルトガル受け取るのみみたいな、そんな感じになっちゃうんですけれども、お互い実は商品をやり取りしたんですよということで、これが、相対的費用格差なんだというふうに言っています。後で、見ていきます。そして保護貿易に関してはここは読んでいただければいいと思うんですけれども、保護貿易また後で出てきます。どういうことかっていうと、まだ国際貿易をするのに、他国との競争にさらされてしまったら国内のですね産業が育たないよとか、国内の農業が育たないよっていう場合には国が守ってあげなきゃいけないよねっていうのが保護貿易です。例えばなんですけれども、まだ製造業が未熟な国があって、でだからといってその貿易をこう門を広げてしまうことによってどんどん他国のですねいい製造物が入ってきてしまうと、そうすると輸入だけに頼ってしまって国内の中の産業育たないじゃないと、そんな状態になってしまうのであれば制限をかけると、そういうのが保護貿易ですよということが書かれていますので確認をしておいてください。はい、それではですね中入っていくんですが、ちょっとテキストの順番をですね変えながら見ていきたいなと思います。この順番でいきたいなと。アダム・スミスの考え方が絶対的費用格差なので、まず絶対とつくですね、絶対優位と絶対劣位という考え方、テキストで言いますと275ページの四角3の方から先に見ていった方が順番的にすんなりいくかなというので、見ていきたいと思います。でこれですね、この表はですね、274ページにあるものを使うんですが、今 A 国があります。 A 国はチーズを作るのにこれ費用なんですけれども、1単位ですね、1単位の、チーズを作るのに1単位の費用がかかっていると、これ1人って考えてもいいと思います。チーズを1単位作るのに1人必要、人が必要ですよ。 A 国はワインを1単位作るのに2人人が必要ですよ。B 国はチーズを1単位作るのに6人の人が必要ですよ。 B 国はワインを作るのに3人の人が必要ですよということになると、まず絶対優位って何ですかっていうのをちょっと見ていきます。275ページ、絶対優位の定義あるかな。絶対優位とはって書いてないんですね。書いてないんで、先に結論言った方がいいかな。 A 国はチーズに絶対優位があります。どうしてかというと B 国と比べて1人とても少ない人数、小さな費用で、商品チーズという商品を作ることができますので、A 国はチーズに対して絶対優位がある。そうですね、絶対的費用格差として絶対優位がある。そしてもう一つ言えます、 A 国はワインに対して絶対優位があります。なぜかというと B 国はワインを1単位作るのに3人かかるんですけど、 A 国は2人で済みますので、なので A 国はチーズにもワインにも絶対優位がありますよということができます。これ OK ですかね、はい、これのところをじゃあ見ておきましょうか。276ページの四角の中ですね、チーズの生産にかかる費用も A 国少ないし、ワインの生産にかかる費用 A 国少ないですよねと。なので、A 国の、そうですね、ここですね、下から2行目、 A 国は B 国に対してチーズの生産とワインの生産に関して絶対優位を持つことが分かるということが書かれているかと思います。もう一つ言葉やりましょう。逆です、絶対劣位です。絶対劣位、これを純粋に比べた時に B 国はチーズに対して A 国に対してですね1人と6人で劣位ですよね。これ劣位、絶対劣位があります。そして B 国はワインに関しても A 国と比べると3人と費用が多くなってますので絶対劣位です。あれですよ、これ費用だと思ってください。今1人とか2人とか書きましたけれども、費用、
チーズを1単位作るのにどれだけ費用が必要ですか。A 国は1人人間が、働けばですねチーズの1単位を作れるんですけれども、 B 国では6人働かなければいけないという形で費用をだと思っていただければ安く作れる方が優位で、たくさんいないと作れない方が劣位という形で、劣というところで分かるかと思います。この考え方 OK ですね。はい、それでは難しい方行きましょう。リカードです。274ページの比較生産比説というところに入っていきたいと思います。リカードは先ほど言った通り国内で比較した時っていうお話をしたかと思います。ですのでどういう計算の仕方をするかというとですね、あえてちょっとこう比較生産比っていうのを出すんですね。ちょっとやっていきたいと思います。さっきと同じです。チーズを A 国は1人2人ですね、ワインを2人、 B 国は6人3人ですね、チーズワインで、はい、そうなった時に A 国でまず比べます。 A 国の中で比べた時に A 国はね、 A 国はチーズをワインの2分の1で作ることができる。わかりますか。チーズを1単位作るのにワインを1単位作る時と比べて2分の1で作ることができてますよね。1と2なんだ。で逆にワインはチーズと比べた時に2倍の人が必要になっているということがわかるかと思います。じゃあ今度 B 国見ていきます。 B 国はチーズを作るのにワインを作る時の2倍、要は3と6になった時に2倍必要になってますよね。そしてワインを作る時は2分の1で作ることができるのがわかるかと思います。はい、これが比較生産比です。計算の仕方275ページの上に書いてあります。比較生産比というふうに言います。これを見た時にじゃあ安いものを出していきましょうというと、チーズを見た時にはチーズでは A 国と B 国比べるとチーズでは A 国、そして B 国が、ワインですね。ワインを比べると2と2分の1だから A 国と B 国で、B 国というような形になるわけです。いいですか。そうすると A 国はチーズを輸出し B 国はワインを輸出する。赤がいいかな。この今赤丸で囲ったところを比較優位と、比較優位というふうに呼びますが、これはどういうことかっていうと、比較生産比で見たときに A 国はチーズを輸出して B 国はワインを輸出すると、比較優位の財を輸出するということになるわけです。なんでか、国内において、中で比べた時に効率的に作っている、費用を少なく作っているものを輸出するんだよっていうような考え方なんですね。うん、いいですか。これがリカードの考え方です。だからこうすると貿易が可能になります。お互いが輸出輸入のやり取りというのが可能になるのがわかるかと思います。ただですね、これ、こんなんで本当にいけるのと、こっちの方がいいんじゃないのと、だって安い方をねどんどん流通させた方がいいじゃないと思うかもしれないんですが、実はですね貿易が成り立ちます。成り立つ。なんでかっていうと、 A 国はチーズを輸出しますよと、 A 国はチーズをこちらに輸出しますと、で輸出して B 国は、ワインですね、ワインをこちらに輸出しますと、こういうやり取りが行われるわけです。そうすると、もともとですね A 国は2倍ですね、2倍の、ものが必要なんですよ、ワインを1単位作るのに。それがチーズは1単位作るのに1人しか必要じゃないですよね。1人しか必要のないものを外に出して2人必要なものを入れることができると、交換することができるわけです。1人しか作らないとチーズはそもそも作れないのにもかかわらず、2人使わないと作れないワインを入手することができる。これ物々交換だとしたらね。で逆に言うと B 国に関しても3人ですね、3人費用が必要なものを輸出して6人必要なものを輸入することができるということになるので、お互い得意なものを交換することによって不得意なものを入手することができるのであれば、うん、どうすれば貿易って成り立つんだよという考え方がリカードの考え方です。はい、よろしいでしょうか。今のお話がテキストにずっと書いてありますので、ここ読みながら当てはめてですね確認してください。でポイント見ていきましょう。ポイントは絶対優位と絶対劣位の場合はどこで比較しているかというと、例えばチーズだったらここですよ。
チーズだけで A 国と B 国を比較してどっちが安いみたいな、どっちが安い、あ、費用が低いのは A 国だから絶対有利だよね、ワインはワインでこうやって国同士で比較してどっちが安い、ああ A 国の方が強いね、絶対優位だねっていうような形で、 A 国はチーズとワインに絶対優位を持つし、 B 国は絶対劣位を持つということが分かったかと思います。ただ比較生産施設の時にはですね、比較生産施設の時には国の中でまず比較ですよ、国の中でこれ比較してるんですよね、国の中で比較した上で比較生産費を出し、そしてそれぞれ安い方を出すということで、一応こう見てるんですよ、まず国の中で比較するんですけど、その後これ一応縦で見てるんですよ、縦で見た時にチーズはって言ったら2分の1の方だし、ワインはって言ったら2分の1で、だから丸一番でまず国内で見る、丸一番で国内で見て、その後縦で見ると、比較生産品になったら縦で見るというような形で、見ていったということになります。 OK でしょうか。はい、それではですね、ここは OK ということで、277ページヘクシャー・オリーンの定理に見ていきましょう。ヘクシャー・オリーンの定理の方が出題率としては低めかなというふうに思いますが、じゃあ全然出ないのかっていうのは出てますのでね、ちょっとやっていきます行きたいと思います。ちょっとあれなんかチェックは入ってませんけどね、ちょっと前に出たものかもしれませんね。ただ、選択肢とかだとね出てきたりしますので確認していきましょう。はい、それではですね、ヘクシャーオリーンの定理って何ですか。テキストにも書いてあるんですが、まずヘクシャーオリーンの定理で出てくる登場人物としては、労働という要素と資本という要素2つ出てきます。労働は人ですよね、生産する時の人 で資本っていうのはここの場合だと機械みたいに考えていただければいいと思います。機械、マシーンですね。機械みたいに考えていただけるといいかなと。でちょっと定義見ていこうかと思います。ここですね、ヘクシャー・オリーンの定理とはというところですね。ある国において相対的に豊富な生産要素を集約的に用いる際に比較優位を持つという定理である。これを私ここにも書きました。ある国において相対的に豊富な生産要素を用いる際に比較優位を持つというようなこと。まあ、比較優位を持つということはですね、輸出するっていう話なんですね。輸出するっていうことを、これを輸出するんだと、まあ、そんな風に考えていただくといいかと思います。でそんなに難しいこと言っていなくって、今、じゃあ生産要素って言ったらこの2種類で考えます。労働と資本です。労働と資本で考えた時に A という国は労働が豊富です。そして、資本、機械は少ないですが、とりあえず人はたくさんいる国ですよっていうことですね。そういうところは労働集約材に比較優位を持つんだ、いわゆる労働集約材を作って輸出していくんだよっていう考え方です。確かに人口の多い国ですね、人口の多い国、労働集約材に強かったりしますね。かつてですね、日本は繊維関係がこうダダダダって縫う繊維関係ですね、すごくこう工場もあったんですけれども、ある時にこうバーって海外にですね、全部生産が移転したことがありました。そうするとですね、労働の豊富な国で繊維関係、どうしても結構洋服作るのって結構労働集約的なんですよね。縫います、縫った後糸とか出るんで糸切りますみたいな、で、まあ、布を裁断しますとか、結構労働集約的なところもあって、で労働集約材がその労働豊富な国に行きましたよってなりますけれども、そういうものはこうだし、 B 国労働が少なくて機械が多い、マシンが多い国だったら資本集約材が得意になるよね、こっちに比較優位を持つよねっていう話なんです。日本は人口は多くないですね。ただ例えば車の生産を得意としていると、車の生産を得意としてますよって言ったら機械がありますのでちゃんと組み立ててそれを輸出しますよねっていうことになります。なのでそういうふうな感じで考えていただくと、ある国において、豊富な生産要素を用いる際に比較優位を持つ、決して難しい理論ではないかと思います。でここからですね、要素価格均等化定理というところに今度は入っていきます。これは何かというと、ヘクシャー・オリーンの定理から続いてっていう感じなんですね。まあ、結論としてとか、要素価格均等化定理に入っていきます。要素価格均等化定理とは、極めて制約された条件の下では国際貿易は在価の相対価格を等しくするばかりでなく、同時に国際間に要素価格の均等化をもたらすという国際貿易理論上の命題であり、ヘクシャー・オリーンの定理の結論でもあるというふうに書かれています。
何を言っているかというとですね、今は労働が豊富なところ、労働集約材得意っていうのはどういうことかっていうと、豊富ゆえにこれ価格が安いんですね。労働の価格が安いで、こっちは資本の価格が安いんです。こういうことを言ってるんです。でところがです、ところが労働集約材をこれで作っていくと、ここの需要が上がりますね。需要アップです。あそこ労働が安いよって、労働主役材に対する需要がアップです。そうすると価格が安いところに対して需要がガーってきたら、これ需要アップすることによって価格アップするの分かりますか。労働の価格アップしちゃうんですよ。これあったじゃないですか、実際ありますよね。中国でたくさん労働主役材作ってもらってました。そうしたらどんどんお給料が上がってきてだんだん見合わなくなってきたから他の国に行こうかなとか、そんな話ですね。なんで価格アップしましたよ、ね、価格アップしますよ。そうするともともと労働の少ない国は労働の価格は高かったけれども、労働の価格高いわけですよ。だけどここって一致しちゃうよねって話です。最終的には需要が集まっていて価格上がっちゃうと、結局労働の少ない国と価格って一緒になっちゃうじゃない、このことを言っています。これが要素価格均等化です。最終的に一致しちゃうよね。A 国は労働が豊富で価格が安いから労働集約材を得意としていました。 B 国は労働が少ないから価格は高かったわけですね。価格は高かったけれども、最終的には需要が集まって価格が上げれば一緒になるよねっていう話です。要素価格均等化です。じゃあ続きましていきましょう。こっち側です。こっち側も同じです。資本集約材に、この資本集約材の方に行って、この需要が上がってくれば価格安かったのがおのずと価格が上がりますよね。価格が上がれば他の国は資本が少なくて価格が高かったけれども、ここが均等化していきますよねっていう話です。ちょっとぐちゃぐちゃになったので皆さん書きづらいかと思うので、テキストも同じこと書いてありますので見ていきましょう。278ページです。貿易開始前っていうところが先にあります。 A 国 B 国比較してみてください。車を使っている資本集約材に得意な国、 A 国ですね。資本機械安いです、だから比較優位で輸出しますって A 国の方は赤丸がついているかと思います。その代わり A 国の労働集約材見てみると、労働は人件費が高いんですっていうふうに書いてあるかと思います。じゃあ B 国見ていきましょう。 B 国は資本が少ないので機械は高いんですけど、労働は安いんです。労働集約的な材に注力できるというような状態にありますが、貿易開始後はどうなっているかというので、下の括弧2を見てみてください。そうすると車を作っていた A 国ですね、資本需要が上がってしまって機械の価格が上がってしまって、結局は B 国と同じ状況になっている。資本の機械高いのが同じになっちゃったよと。そして、労働主役材の方も見ていただくと、労働の人件費が、労働需要が上がったことによって B 国高くなってしまって、結局均等化しちゃいますよということで書かれているのが分かるかと思います。よろしいでしょうか。はい、それではですね、続きまして278ページの下ですね、リカードの定理とヒクシャオリーの定理という形で比較しています。これは見ていただければいいかと思います。生産要素がリカードの場合は今1種類でしたよねとかって、1人とかってね、1種類でやってましたけど、ヒクシャオリーの場合は労働と資本が出てきましたよね、2種類一気に見ていきましたと。でリカードの定理の場合は生産関数は異なりますが、ヒクシャオリンは生産関数は同じとなっています。生産関数が異なるってどういうことかっていうと、 A 国が効率よく作ってるよねって話をしたと思うんですが、こっちって労働がたくさんあるか資本がたくさんあるかみたいな話しかしてなかったですよね。ってことは生産効率的にできるかなんて話はしてないわけです。はい、で生産要素の量を比較しているのはヒクシャオリンの定理ですよという話をしていました。はい、ということでその説明が括弧2に書いてありますので、ここは読んでいただければ OK です。280ページを見てみてください。ヒクシャオリーの定理とちょっと似た理論がありますので、これもですね、経済学全部やって試験前にちょっと見ておいていただけるといいかと思うんですが、選択肢の一つに出てきてこれは違うなって分かる程度でいいかと思います。レオンチェフの逆説、レオンチェフの逆説って書いてあるところがポイントで、ヒクシャオリーの定理と違うじゃんって言ってる、違うじゃんというのが逆説ですね。資本を豊富に持つアメリカですねが、資本集約材を輸出するはずなんだけれども、ヒクシャオリーの定理だと。でもレオンチェフは、輸入してたと。アメリカは輸入してるじゃないか資本集約材をと。これは
資本をたくさん持っているのにも関わらずおかしいじゃないかということを言って逆説です。ヘクシャオリーの定理に対する逆説だと思ってください。リプチンスキーの定理、リプチンスキーの定理はポイントはこの1行目の左の上のところです。各材の価格や生産要素の価格が一定に保たれるとき、ここがポイントで、もしも材の価格、生産要素の価格が上がりました、下がりました、安いです、高いですとかじゃなくて一定であって、もうただ単に資本の量が多いとか労働の量が多いってなったとき、価格が一定ですよ。一定のときには、その量が多いだけでもそっちの材に集約的に、作るというようなことが書かれているのがリプチンスキーの定理です。一定に保たれているときに、量が増加すると、生産要素の存在する量が増加する場合、生産要素をより集約的に投入する材の生産量増加するよと書いてあるので、考え方は一緒なんですけれども、この前提の過程みたいなところがちょっと違いますよというところです。ストルパー・サミュエルソンの定理、ある生産材の価格の上昇はその生産材に集約的に投入される生産要素の価格を上昇させる。これもそんな難しいことを言っているかといったらそんなことないと思うんですね。労働集約的な材の価格が上がった時に、上がった時に生産要素の価格も上がるよっていうような話をしています。でも確かに高く売れる商品を作っているのであれば、そこに対する恩恵は受けるかなっていうふうに考えていただければ、まあ特に意外な、ね、理論じゃないかなというふうに思います。はい、よろしいでしょうか。ちょっとこれはどちらかというとヘクシャオリーンしっかり覚えていただいて、ヘクシャオリーンから来たそのなんかこう付随しているような理論として、名前を覚えておいていただければよろしいかと思っています。はい、それではまたちょっと久しぶりにグラフ書いていきたいなと思うんですけれども、281ページからです。余剰分析によるこの国際ミクロを見ていきましょう。それでは板書を切り替えて見ていきます。それでは余剰分析による説明、小国モデルを見ていきましょう。でここからはまた、自分でも書けるようにする、自分で書きながら、覚えられるというところが大事ですからね、今日説明聞いた後もですね、何回も書いて自分で書けるようにしてくださいね。はい、それではですね、貿易のことについて、今度はこのようにグラフ、需要曲線と供給曲線を使ってですね、見ていきたいというふうに考えます。そして余剰と書いてあるので、余剰分析というのもですね、ここに入ってきますよと。で今 X 国と Y 国という2国で考えていきます。テキストでも281ページには X 国がありますし、282ページには Y 国がありますよ。でまずはいきましょう。仮定がありますね。ちょっと仮定値を見ておきましょうか。自由貿易を行うことにより国内の総余剰が最大となることを、ある財 A と X 国 Y 国の2つの国を用いて説明をすると。余剰分析の際の過程で2国ともプライステイカーである小国であると、プライステイカー要は受け止める側ですね、国際価格に影響を与えないとし、他の財は一定とする。X 国 Y 国の国内市場は完全競争市場で、貿易に関する取引費用はゼロとする、いろいろな過程があるわけです。なのでその中の過程の中で X 国と Y 国について見ていきますよ。まず国内経済の状況から見ていきましょう。貿易をする前の状況です。需要曲線があります、供給曲線があります。 X 国はこの E という点で均衡点になりまして、特に貿易をしなければ PX という価格で価格が決まり、そして QX という価格数量で数量が決まるというのが均衡点になります。せっかくなのでここで余剰を見ておきましょう。貿易前の余剰という形で、表しました。消費者余剰は AEPX です。消費者余剰は AEPX だよねと。AEPX です。じゃあ生産者余剰はって言ったら PXEB ですね。PXEB。そうですね、はい、じゃあ総余剰はって言ったら AEB ですね。はい、ということが分かるかと思います。じゃあ Y 国
の経済見ていきましょう。同じですよ、考え方はね。 Y 国も、需要曲線と供給曲線があります。ちょっと Y が X に見えますので Y にしましょうね。はい、やっぱりこれもです、需要曲線と供給曲線の点で E' で均衡点となりますので、価格は PY、数量は QY となります。じゃあこの時の余剰ですね、先ほど X でやったので思い出していただいたと思いますけれども、まず消費者余剰は、消費者余剰は上側になりますので A' E' PY と、じゃあ生産者余剰いきましょう。生産者余剰は PY E' B'、総余剰はって言ったら2つを足したものなので A' E' B' と、はい、これは OK かと思います。はい、ということで、まあ、アルファベット並びが違くてもね、まあ、あまり気にして A' B' E' AEB と ABE でもね、どちらでもいいかなというふうに思います。なので、まあ、アルファベットの並びはとりあえずとして大体 OK かなというところでしょうか。それでは続きまして見ていきましょう。はい、国際価格というのを今度は見ていきたいと思います。国際価格というのは何かというと、今海外と貿易をすることになりましたので、国の均衡点での取引ではなくて国際価格での取引をすることとなりました。でその時にPI と国際価格を出していきましょう。PI ですね。インターナショナルの I ですね。PI です。OK ですか？ちょっと価格ずれちゃってます。同じ価格だと思ってください。PI がちょっとずれてるような気がしますけど、同じぐらいのところにあるんじゃないかなと思ってください。はい。で、PI についてちょっと書いてありますね。国内経済の状況のところにも書いてあります。国際価格は PI とするとありますが、最初のところには書いてないですよね。ないですね。国際価格 PI はですね、出てくるのは283ページのところで、実は国際価格が出てきます。どうでしょう。どちらも PI というのが引かれていますよね。今のこちらと同じ状況になっているかなというふうに思います。そうするとですね、アルファベットがちょっと追加されていますので、追加していきましょう。C のF と C ダッシュの F ダッシュですかね。ダッシュがついて、はい、あります。ポイントとしましては、X 国に関しては、この国際価格よりも上の価格に均衡価格がありますよ。そして Y 国に関しては、均衡価格より上に国際価格がありますよっていうので、X 国と Y 国ではもう置かれた状況が異なっているというのがわかるかと思います。ではこれでどうなっていくのか、 X 国から見ていきましょう。 X 国はもともと E というところで PX という高い価格だったんですが、 PI というですね、もっと低い価格で、要はやり取りをしていくということになります。価格が PI というふうに低くなるとどうなるかというと、需要量は増えるんです。 PI になるので、もともと QX だった需要量が、需要量はこれ特に下には書いてありませんが、QD にしておきましょうか。需要量ですかね。QD。需要量は上がります。ですね。じゃあ供給量はって言ったらこの価格になりますので、QS にしましょうか。QS。供給量は下がります。価格が低いなら供給できないよって、供給量は下がります。需要量は多くなったのに供給量が下がると。この差、この差どうするんですかって言ったら、この差は輸入します。欲しい人いますから、欲しい人いますから、欲しい人に対して輸入をして商品を提供すると。で国内で作るものは数量が少なくなりますよということになります。で X 国では財源の価格が PI となり、消費者余剰が自由貿易前の AEPX から AFPI となるということで、ちょっと消費者余剰が変わっていますので見ていきましょう。もともと AEPX でしたよねと、消費者余剰。ところが貿易後に価格が安くなりますので、需要量も増えましたね。価格安くなったってことはここになりますので、三角形はさっきここで作ってましたが、価格のところまで下がってきます。 AFPI
消費者余剰は大きくなりますよ。大きくなったんで大って書いてあるね。大きくなったよ。大きくなりました。はい。じゃ あ生産者余剰はどうですか。生産者余剰はもともと PXEB ってここの三角形でしたね。これはさすがに価格下がっちゃいますので、生産者としてはもうやってられないよって話なのでちっちゃくなります。 PICB です。こうなりますよと。まあ総余剰をアルファベットで言うと AFCB みたいな、こんなんか変な折り紙折ったみたいな形になりますけれどもね。総余剰一応書いておきますか。総余剰こうなりますよね。 AFCB。 はい。消費者余剰はもともとから大きくなりましたよ。生産余剰は小さくなりましたよ。結果としてここの三角形分が大きくなったの分かりますか。もともとは総余剰 AEB だったのがこの三角形分だけ大きくなりましたよねと。これを何と言っているかっていうと、自由貿易による利益だと言ってます。282ページの括弧2の丸1のところで、ここの三角形って自由貿易による利益だよねと。自由貿易の利益だよねっていうようなことを言っています。まあ、そうですよねと。大きくなって余剰大きくなってますから OK ですか。で、こういうのでどうやって問題が出てくるかっていうと、じゃあ価格がね、国際価格になった時の需要量はどうなりましたかと。需要量は増えました。供給量はどうなりましたか。供給量減りました。輸入はどこの部分で表すことができますか。輸入部分はここ CF は輸入してますよね。なんでか、需要の方が大きくて国内での供給量が少ないのであれば輸入しますよねというところ、ここら辺がやっぱり問われます。あと余剰がどれだけ増えましたかとか、消費者余剰は増えましたか減りましたかとか、そういうところは聞かれますので、全ての今の一連の流れですね、自分でできるようにしてください。 OK ですかね。はい。それでは続きまして、 Y 国を見ていきましょう。Y 国の経済、今度はですね、国際価格の方が高いんですよ。国内の方が今まで安くですね提供してたんですね。高くなったよっていう話なんです。これはすごいですね。なんか今まで自分のところが効率的に作ってたということになるわけです。そうすると、まず見ていきますと、PI になりますので、需要量と供給量を見ましょうか。価格高くなるならばもっと作りたいよって言って、実は供給量の方が多くなるんですね。さっきと逆です。いや価格高いならもっと作るよみたいな、うまみがあるじゃないか、じゃんじゃん作るよって話ですね。で、逆に需要量は減ります。なんで貿易始めたら価格高くなって、意味わからないみたいなね話になりますよね。なんで需要量は減りますと。だから国内の需要よりもですね、そもそも供給量が多いってことなんですよ。だから国内で欲しいと思ってるよりも供給量が多い。つまりこの部分はどうするのかというと、この飛び出ちゃった供給部分は輸出します。輸出して海外の人に買ってもらうという形で、輸出量はどこですかって言われたらここですよ。このまあ供給と需要の差のところで表してもいいんですけど、この C'F' というところが輸出量ということになりますよということが分かります。でまた Y 国に関してですね、消費者余剰の話から出ていますので、ここで見ていきましょうか。先ほど貿易前の消費者余剰は A'E'PY でした。じゃあ消費者余剰はどうなったかと言いますと、消費者余剰は価格が上がっちゃいましたので、消費者にとっては需要が少なくなりましたよね。それぐらい価格が上がることによって損しちゃうわけです。つまり余剰が減ります。 A'C'PI になります。もともとが A'E'PY から A'C'PI になります。上にちょっと下がってちっちゃくなっちゃいましたね。小さくなったよと。はい。じゃあ生産者余剰を見てみましょう。生産者余剰を見てみると、生産者余剰はもともと見ます、もともとは PYE'B' この下の三角形でした。それが価格が高くなったことによって、あ高くなったのに嬉しいなっていうので上に上がります。上の価格のところまで上がりますので、 PIF'B'
きくなる。価格が上がると、よよ利潤が多いねって言って PI、F ダッシュ、B ダッシュまで上がります。じゃあ総余剰はって言ったら、総余剰はもともとはこの三角形 A ダッシュ、E ダッシュ、B ダッシュだったのが A ダッシュ、C ダッシュ、F ダッシュ、B ダッシュ。なんかまた折り紙を今度下からグッて折ったみたいなね。そんな形になりました。A ダッシュ、C ダッシュ、F ダッシュ、B ダッシュ。なりましたよと。そうするとじゃあ貿易の利益はどこですかって言ったら貿易の利益余剰が増えたところになりますので、この三角形分増えたの分かりますか。この三角形から折った部分で飛び出た部分ですね、これは貿易の利益だよねっていうような形で言っています。貿易の利益が、の話があるのは、282ページの3行目のところですね。 C ダッシュ、 E ダッシュ、 F ダッシュの部分が自由貿易の利益ですよねということが書かれているかと思います。いいですか。自分で、どこが輸出になっているか、どこが輸入になっているのかですね。あとは、どこ余剰ですね、余剰が大きくなっているのか小さくなっているのか自分で書けるようにしてください。はい、それではですね、ここまで理解できましたら続きまして284ページ保護貿易に入っていきます。応用版ですね。保護貿易で関税をかけた場合、あとは生産補助金ですねを出した場合、どのようにグラフが動いていくのか確認をしていきます。板書を切り替えてみていきましょう。それでは保護貿易について見ていきましょう。ここ2つのパターンのですねグラフがあります。関税と、こちらですね生産補助金です。どちらもですね大事なところになりますので、どちらもグラフで書けるようにしていきましょう。それではまず1つ目ですね、自由貿易をそのまま自由にしてしまうと、見ていただいて分かったと思うんですけれども、均衡価格よりももっと安い価格で輸入できちゃうってなってしまうと、需要は増えるんですが生産がすごく縮小されてしまう、国内の生産が縮小されてしまうのを確認していただいたと思うんですね。先ほどで言いますと、X 国ですね、 X 国の方が供給が減ってしまっていたのが分かりますよね。ですので、これではですね生産、国内の生産守れないだろうということで関税をかけることにしましたというところになります。まず復習として自由貿易の時の余剰をもう一度確認しておきましょう。自由貿易の時どうなっていましたか。 AFPI が消費者余剰でしたよ。そうですね。で、PICB が生産者余剰でしたよとですね。じゃあ輸入はどこでしたかって、輸入は C と F でしたよね。輸入はCF 部分が輸入でしたよということが分かったかと思います。どちらにしても後々ここを書きますので、 Q1 と、Q4 が F ですね。 Q4 になりますので、CF いわゆる Q4 から Q1 と引いたものですよと。マイナス。なんで Q4 から Q1 を引くかというと、 Q4 っていうのはこの価格における需要量です。需要量で、そしてこの価格における生産量が Q1 です。なので需要量から生産量を引いて足りない部分は輸入しなきゃいけないよね。それが CF という距離になるわけです。 OK でしょうか。ここマイナスね、ちっちゃくマイナスというふうに入っています。ではですね、ここからじゃあ関税をかけましたということで、また赤字で書いていきましょう。 PI プラス T という形で税金分、こうですね、税金分、上にこの価格の線が上にシフトしますよ。はい、で今均衡点よりは低いんですが、国際価格より T、税金分高くなりました。それではここからどのように変わっていくのか確認をしていきたいと思います。まずですね、関税をかけたことによって需要量の変化を見ていきましょう。需要量はここが Q3 でテキスト書いてあるかと思いますので Q3 です。需要量はもともと Q4 あったものが Q3 に減りました。
これ需要量ですね。需要量は94あったものが93に減りました。なぜですかと言ったら価格が高くなったからです。いいですかね。で、ここは関税をかけたの大事なところで、価格が上がったことによって生産量が91から92に増えました。91から92に増えました。なんで関税かけたのって言ったら、国内の生産をもっと増やしてあげたいから、関税かけたわけで、91から92に増えましたよという形で、まずこの状況が変わっています。そうするとですよ、そうすると輸入量はどうなりますかって言ったら、先にちょっと輸入量書いておきましょうか。輸入量は、この記号がですね、全部書いていっちゃいましょうか。 GHLJ ですかね、 LJ というふうにすると、まあどこのアルファベットで言ってもいいんですけど、 GH で言ってもいいし、 LJ で言ってもいいんですけれども、92と93で考えていくならば、需要量93あったところから92、生産量92に増えたんですね。92に増えた。93と92の間、つまり輸入量になりますよ。まあどこを指してもいいんですが、ここが輸入になりますよね。輸入量は93、需要量が93になりました。ちょっと上にトゥトゥトゥっていきますと、需要量は93になりましたよ。そして供給量はって言ったら、こういって上の方で見ていった方がいいで、供給量は92になりましたよ。ってことは、この93と92の幅は輸入量になりますよね。GH で見ていってもいいですよ。GH で見ていってもいいですが、輸入量になりますよね。はい。さっきの元々の輸入量が9、この CF ですよ。CF ですので、輸入量 CF があったところから、ちっちゃくなったのは分かるかと思います。なぜかというと、国内で生産できるようになったし、需要量も減りましたからね。はい、OK でしょうか。では、これから消費者余剰から見ていきたいと思います。消費者余剰はどうなりましたか？もともと自由貿易では AFPI でした。これがどうなったかっていうと、AHPI プラス T。価格の線が上に上がりましたから、そうすると消費者余剰は減りますよね。AHPI プラス T。AHPI プラス T になりましたよ。はい。で、じゃあ生産者余剰はどうなりますかって言ったら、もともとは PICB、 これ自由貿易の時は PICB だったんですけど、価格が上がりましたので、価格が上がってこの線で見ていきましょうっていうふうになりますと、 PI プラス TGB ですね。こうですね、もともと AH、 そうですね、こうなって PI プラス TGB、 生産者余剰はここの線になりますので、 PI プラス TGB です。PI プラス TGB といきますよ。消費者余剰が、そうするともともと自由貿易の時は大きくあったのが、もうちょっとちっちゃくなると、 PI プラス T のところに、ぐっと上に上がる感じです。生産者余剰はすごく小さかったのが、保護貿易ですのでちょっとだけ大きくなりますね。なので、こう上に上がってこうですね、こうなりましたと。はい。で、これだけじゃ終わらないんですよ。これだけじゃ終わらなくって、もう一つですね、実は政府余剰というのが追加されます。政府余剰、ちょっと初めてなのでしっかり聞きましょう。政府余剰、政府余剰っていうのは何かと言いますと、政府余剰というのは、これ関税かけてるじゃないですか。そうすると政府に税収入ってくるじゃないですか。その税金分の税収を政府余剰として、経済的な余剰としてはプラスと考えていきます。じゃあ税金として儲かった部分どこなの、儲かったって表現があれですけど、収入として入ってきた部分どこなんだというところなんですね。どこかと言いますと、そもそも輸入はこの幅でしたね。税金はって言ったらこの縦幅じゃないですか。なので縦幅が税金です、横幅が輸入量です。つまりこの四角形、この四角形ですね、これが政府余剰です。つまり GHLJ ですけど、せっかくなので合わせていきましょうかね。テキストだと政府の GLJH にしてますので、GLJH にしましょう。ここです。はい。そうすると、
もう一回ですね、これ関税かけた時の総余剰を見ていきたいと思うんです。総余剰は消費者余剰と生産者余剰と政府余剰、これを全部足したものです。いきますよ。消費者余剰を、ここ価格帯ここだから、生産者余剰を、そして税金の入った政府余剰をです。で、今から歯科重を見つけていきます。で、歯科重というのは最も余剰が大きい時と比べてどれだけ減りましたかが歯科重です。で、最も大きい時って何ですかって言ったら、最も大きい時はこれなんですよ。自由貿易の時は最も大きいので、もう一回自由貿易やっていきます。自由貿易の消費者余剰は AFPI、 価格低い時ですからね、 AFPI の PICB なんで、この大きな三角形とちょこんと一つっていうのが、これが総余剰です。いいですか。何がなくなったかもう一回見ていきましょう。関税の時、じゃあ今の自由貿易と比べてどこが少ないかちょっと考えてくださいね。関税の時は消費者余剰が AHPI プラス T、 そして生産者余剰が PA プラス TGB、 そしてもう一つの余剰、政府余剰が四角。どこが減ったか見えました、見えましたか。こう目を細めるとね、昔飛び出る絵本とかありましたけど、こう分かりましたかね、大丈夫ですかね。はい、歯科重の面積を今示していきます。歯科重の面積はちょっと T が消えちゃったな。この三角形2つ分が少ないの分かったでしょうか。ここが歯科重です。歯科重というのは一番大きな余剰の部分からどれだけ減りましたか、経済の損失ありましたかっていうところなので、この2つです。じゃあもう一回ね、やっておきましょう。自由貿易の時が AFPI、 PICB、 この大きなところですよ。そして関税になると、AHPI プラス T、 PI プラス TGB です。で、ここにプラスしてこの四角形ということなので、三角形2つの部分、三角形の2つの部分が足りないというのが分かるかと思いますので、ここは歯科重ということになります。歯科重、構成損失、デッドウェイトロスとか別の名前がいっぱい書いてありますが、285ページのところ GCL と HJF、 三角形2つが歯科重ですよというのが挙げられているかと思います。はい。で、保護貿易のまとめというふうに書いてありますね。この関税による保護貿易の下では、国内における財の価格は上昇すると、保護貿易により生産の余剰は改善するが効率性が損なわれることを意味する、いわゆる歯科重が出ているということが分かりますよね、ということが書かれています。ではもう一ついきます。じゃあ関税をかけずにですね、国の方からその生産に対して補助金出していこうかというところになると、どんなグラフになっていくのかを確認していきたいと思います。生産補助金と、生産補助金で今ね、もうね、ここまで書いちゃいました。関税の時の、やつまで書いちゃいました。関税と同じ効果、同じ効果、つまり何が同じ効果かっていうと、生産が PI だと91になってしまったのを93まで復活させる、復活させるためには補助金どれだけかけていけばいいかなっていう話なんですね。そうすると、さっきもそうですね、さっきも供給が91から92になってるんですが、ちょっと場所が違います。お隣さん93、テキストと合わせましたけどね、ちょっと紛らわしいですけど、このお隣になるまでというところで補助金かけると、どういうような変化が現れるかっていうと、ちょっと書いていきますね。 S なんて書いてあるかな、 S ダッシュって書いてありますね。 S ダッシュ、これで SX って書いてなかったですね。 S の S ダッシュです。はい、こんな風になりましたと。ここは B ダッシュと。どういうことかっていうと、供給曲線がこれ、まあ、右にシフトしているっていうと、確かに同じ価格の状態でたくさん作れるようになってるってことになるんですが、どういうことかっていうと、下シフトって考えると分かりやすいかと思うんです。下シフトって、1単位税金と同じだけですね、お金を渡すわけですよ。要は補助金としてお金を渡すことによって、そのかかる費用の中の費用が少なくなる、
コストを少なくなる、下げる効果がありますよっていうことで、供給曲線が、まあ、これたくさん作れるようになって右にシフトしているんですが、ある意味、安く作れるようになって下シフトしてるみたいな、そんな感じで考えていただけると分かりやすいかなというふうに思います。なので税金もさっきこの幅でしたけれども、基本的に1単位あたりどれだけの補助金かけるのかっていうのもこの税金と同じ幅だっていうふうに考えていただければ OK です。はい、ということで、そもそも生産曲線、供給曲線が変化しますよっていうところから始まりました。ではここからですね、もう一度、消費者余剰、生産者余剰という形でやっていきたいなというふうに思います。ちなみに供給曲線が変わったことによって供給は変化しましたが、価格はこれで変わりません。 PI で変わりませんので、これで変わりませんよ。変わりませんので、需要量はこのままです。需要量は一番右側のままで、需要は92のままです。で、供給は93になりました。つまり需要量は多いままっていうことはですね、輸入量はってここで聞かれたらどうするか。輸入量はこの幅なんですよ。輸入量、まあテキストに載ってないと思うんですけど、まあもしも輸入量聞かれた時にね、要は需要量と供給量の差だっていうことになりますので、なので、これは、補助金と。補助金のところとも輸入量そこまで関係ないので、生産量が大きくなってるので出しませんが、まあ、基本的に本試験では出てもおかしくありませんからね。一応輸入量書いていきました。じゃあ余剰を見ていきましょう。余剰はって言ったら、まず消費者余剰です。消費者余剰は基本的に価格はこの PI なので、 AFPI と自由貿易の時と変わりません。 AFPI とですね。生産者余剰はって言ったら、価格 PI で供給曲線はブルーの方に変わりました。ブルーの方に変わりましたので、ここがですね L っていうふうに書いてあるかと思います。 L なので PILB です。PILB AFPI PILB' ですね、失礼しました。 PILB' はいになりますよ。これはすごいと思った方いますか？余剰が最大に。なぜか、もう一回自由貿易の方を見ていきましょう。自由貿易は AFPI、 元の供給曲線なんで PICB です。 PICB の時よりも生産者余剰がそもそも大きくなって、消費者余剰はそのままなので、おおすごいぞって、これは余剰が最大だと思うかもしれないんですが、実は余剰最大じゃないんですね。なぜか、ね、なぜかと言いますと、実はマイナスの余剰が存在していて、マイナスの余剰は何かっていうと補助金分です。補助金はさっきで言うところの関税収入だが収入だとするならば、逆に出ていってるものじゃないですか。費用として出ていってるものなので、マイナス部分が補助金ということになるんですね。そうするとマイナス部分の補助金ってどの面積になるかっていうのを先に言ってしまうと、この面積なんですよ。で、何か生産量は93ですよね。93ですと。で、この幅 T と同じ幅が、要は補助金をどれだけ1単位に対してどれだけ補助金を発生させなきゃいけないかって話だと言ったと思います。なのでそうするとこの面積って補助金分なんですよね。 OK ですか？ってことは BB'GL って書いてありますかね。ちょっとアルファベットの並びを一緒に言っておきます。 BGLB' ですね。 BGLB' BGLB' この平行四辺形は、要は供給曲線が落ちた部分、そして供給量93ですので、ここまでの幅です。幅の部分っていうのは補助金分のマイナスなんですね。なのでじゃあ総余剰どうなったのか、もう一回見ていきましょう。 AFPI PILB' からこの幅を抜くということです。で、今から私がやりたいことは歯科重です。歯科重を見ていきたいんですが、歯科重は先ほど言った通り一番余剰の大きい自由貿易の時と比較しますので、もう一回自由貿易を見ていきましょう。自由貿易は AFPI ですよね。で、PICB です。
なので自由貿易はこの三角形ですよ。 OK ですか。はい、それではもう一回補助金やっていきます。 AFP はここは一緒ですね。その後 PILB' ちょっと大きい三角形ですねになった後、ここが引かれる、ここがズンと引かれると。どうでしょう、どこが歯科重度か分かりましたか。ちょっとだけ食い込んでるんですよね、この三角形、大きな三角形と思いきやドーンと引くと。はい、見えた方、歯科重はこの片方の三角形の部分が歯科重と、歯科重ですよ。もう一回いきましょう、もう一回。自由貿易は AFPI、PICB です。こちらのちっちゃい三角形なんですね、生産者余剰が。それが補助金で供給曲線が変わりますと AFPI、PILB' と大きい三角形になると思いきや、こっからズボって抜かれちゃいますので、そうするとこっち側ちっちゃい三角形残りますが、合わせてここにグッと食い込みますよね。食い込みますので、食い込んだこのここの部分が歯科重ですよと。OK ですか。歯科重の位置分かった。歯科重の位置だけ分かってもダメだから、歯科重の位置だけ分かってもダメで、ちゃんと書きながら、書きながら需要量はどこになったかな、あ、確かに供給量は増えたな、消費者余剰は増えたのか減ったのか、生産者余剰は増えたのか減ったのか、こういうふうに確認をしていくようにしてください。はい、ということでここで2通り、関税と生産補助金について見ていきました。よろしかったでしょうか。はい、それではですね、ここの章も終了ですね。第12章の章末の問題を見ていきましょう。結構ですね、ここら辺もともとグラフの問題だったものを文章問題に変えていますので、解題という形になっています。問1なんかですね、自分でちょっと落とし込んでみないとっていう感じですかね、難しいですね。今2国1国2国と2剤 X 剤 Y 剤1生産要素労働モデルにおいて、ちょっと書いてった方がいいと思うんで、これちょっと書いちゃってください、書いちゃってくださいね、一時停止とかして書いちゃってください。はい、消しますよ、こういう関税消しますよ。はい、じゃあですね、章末問題やるのに関税を消します。よいしょよいしょよいしょ。はい、こういうのね、書いちゃった方がいいですね。1国2国 X 剤 Y 剤という感じで、なってます。さっきと同じ並びにしますかね。よいしょ、1国と2国がありますよと、 X 剤と Y 剤がありますよって書いてありますね。で、X 剤1体の生産に投入される労働量は1国では200人ですね。で、2国では150人ですよっていうふうに書かれています。で、 Y 剤1体の生産に投入される労働量は1国では400人と、で、2国では50人ですよと、こうなってますね。で、この場合1国は X 剤 Y 剤ともに絶対優位、 X 剤に比較優位と。1国について言われていますが、まず絶対優位から見ていきますか。絶対優位っていうのはアダム・スミスの考え方だと言いました。純粋に見た時にね、純粋に見た時に費用の少ない方が絶対優位を持つわけです。 X 剤に関しては200人と150人だったら絶対優位を持つのは2国です。 Y 剤に関しては400人と50人であれば絶対優位を持つのは2国です。つまりそもそも論、絶対優位にあるのは2国だよっていうふうに、これ絶対優位ですね、どちらも絶対優位と。絶対優位ですね、にあるよということで、そもそもここで間違ってるということです。じゃあせっかくなので、ここで比較生産費も出しておきましょうか。比較生産費を出しておこうかなって言ったら、もう一回同じ四角を書いてあげて、1国と2国と、 X 剤と Y 剤と、こういうふうに書いてあげたら、1国で比較をします。そうすると200人400人だから、1国は X 剤を Y 剤の2分の1で作ることができますよ。1国は Y 剤を X 剤の2倍で作ることができますよということがわかります。はい、じゃあ2国だけで比べるとどうでしょう。2国だけで比べると、2国は X 剤を Y 剤の3倍かかります。はい、
で逆に言うと2国は Y 財を3分の1で作ることができますよということが分かるかと思います。そうするとじゃあ X 財はどうするの。 X 財は2分の1となっている1国に輸出してもらいましょうよ。これが比較優位です。1国は X 財に比較優位を持つと言えます。そしてこれを見てみたとき、じゃあ2国は Y 財の方が3分の1で安いじゃないですかと、だからこっちを比較優位としましょうよ。比較優位、1国は X 財に比較優位があり、2国は Y 財に比較優位があるということが言えます。今回の問題だと1国では X 財に比較優位を持つ、1国では X 財に比較優位を持つ、比較優位に関しては合ってたということになりますね。 OK ですか。はい。で、問いにはですね、テキストの問題と同じような感じだと思いますので、これ同じように書いてみてください。多分同じような数字出てくると思います。過去問をね、ベースに作られてるんでしょうね、テキストの方はね。で、他のところは読めばできるかなと思いますが、一応問いをやっときましょうか。これも文章長くなっちゃってますからね。ある小国の輸入競争材市場において、右下がりの需要曲線と右上がりの供給曲線が描かれている。さっきと同じですね。需要曲線と供給曲線の均衡点よりも低い価格である国際価格 P0 円で輸入が行われている。さっきも均衡点よりも低い価格で自由貿易が行われていたかと思います。そこに T 円の輸入関税を、で上昇しましたと。この国際価格から税金をかけたことによって価格が上昇しましたっていうふうに言ってるんですね。関税の負荷で消費者余剰と生産者余剰は共に増加する。これおかしいんですよ。関税負荷したことってことは自由貿易の時より価格上がってますね。価格上がったらそもそも消費者はどうなりました。需要量減りましたよね。価格上がっちゃったの。価格上がったら需要量減らすよ。価格上がったら需要量は減りました。減ります。こっちだと生産補助金だと分からなくなっちゃうかな。いいですね。関税で考えましょう。関税で今生産補助金の話はなしにしてくださいよ。関税を純粋に上げた時にはこうなったでしょ。関税を純粋に上げた時には、減りますよね。需要量が、需要量が減るってことは普通に自由貿易の時よりも余剰は減るんですよ。余剰は減る。だから消費者余剰も増えるっていうのはおかしいってこということになります。 OK でしょうか。はい。自分でねよく読みながらやってみてください。今さささっとやりましたからね、やってみてください。はい。それではここで第12章が終了になります。ここまでミクロ経済学だったんですが、第13章で、実はですね一度マクロに戻ります。マクロに戻ってですね総需要総供給分析というのをやっていきます。またですねマクロ経済学 IS 曲線 LM 曲線を思い出していただきますので、忘れてしまった方はちょっと前に戻って復習してからぜひ臨んでみてください。それでは第13章を見ていきましょう。